シャフシャウエンの街並み、シャウエンの伝統的な路地。シャフシャウエン、またはシャウエンは、モロッコ北部の都市、青色の建物群で有名である。シャウエンにある、青く塗られた、ハンマームシャウエンは、リーフ地方の山中にあり、タンジェとテトアンから内陸に入ったところに位置する。1471年に、ムーレアリベムーサベンラチェットエルアラミが、 モロッコ北部のポルトガルの侵略と戦うための小さな要塞として設立した。この地域のゴーマラ部族とともに多くのモリスコとユダヤ人がスペインによるレコンキスタの後、ここに定住した。建物が青く塗られたのはユダヤ教で青が天や神を示す神聖な色であることに由来するとの説もある。街の多くの建物が青く染められている例としては他に インドのジョードプルがある。1920年にスペインはこの地をスペイン領モロッコとして占領した。1956年のモロッコ独立によりモロッコの都市となった。シャウエンはタンジェやスペインの飛び地であるセウタに近くスペインを中心とするヨーロッパからの観光客に人気がある。この都市の名前は町から見える二つの山の頂から来ており、 それらは、ヤギの二つの角のように見える。約200軒のホテルが、夏や、クリスマスなどに、ヨーロッパから訪れる観光客を迎える。シャウエンの一角には青く色付けられた家及び、建物がある。シャウエンには、ウールの衣服、毛織物など、モロッコの他の場所で手に入れることのできない現地の、手工芸品が数多く売られ、買い物先として人気である。 当地原産のヤギのチーズも名物である。周辺地域はキーフが栽培されていて、モロッコにおける大麻の主要な生産地の一つとなっており、ハッシュ氏が街中で販売されている。近くにはアフリカで最も深い洞窟の一つであるケフ、トーゴビットケーブがある。ありがとうございます。